牧章広氏は、朝鮮独立運動家であり、ジャーナリストである。大韓民国の大統領を務めた、牧正紀は弟であり、政治家、金正筆は娘婿である。僕茂明と白南2の六男二女の三男として、生まれた。日本統治時代の朝鮮に、新刊会、1934年、朝鮮中央日報の支局長、1935年、 東亜日報の記者などのジャーナリストとして活動した。日本統治時代の1940年代、両運協が結成した建国同盟で活動したりした。独立後は、朝鮮建国準備委員会、亀支部を創設し、1946年には民主主義民族戦線前参区寄部事務局長を引き受けて活動した。テグ10.1事件で、継承北道一帯にデモが広がると、 10月1日に警察の銃撃を受けて死亡した。軽症北道、ウルシア郡若木面出身で、本願は高齢である。 h t t p k a j i r i t a t e n o h a n g u l c o m k s h a n j a h t m l 高齢牧ケ系図 http://chungeong.com/.g-1 h から1から 0html ありがとうございます。